とびに油揚げをさらわれる。みなさんはとびに油揚げをさらわれるということわざを知っていますかこれは自分の大事なものや手に入れられると当て込んでいたものをふいに横からさらわれることのたとえであり、また奪われて呆然としている様子のことを表しています。先日、 お天気が良いので外のベンチでお昼を食べようとした時の話買ってきたサンドイッチの包みをペリペリとむいてさあ食べようと口を開けたところにバサバサという歯音とともに手に衝撃が我に帰ると持っていたはずのサンドイッチは消え頭上にはあざ笑うかのようにカラスが旋回していました 飛びではなくカラスにさらわれるとは、なんだかやけに悔しい一日でした。